ざみや祭りカカン。はい、ということでですね、今日は皆様に大事なお知らせが改めてございまして、この動画にさせていただきました。そう、でもまあみんなの中でね、もう知ってる人もいるかもしれないんですけど、私風宮まつり、なんと初めてのリアルイベントが決定いたしました。うわーい。そうで、このリアルイベントのタイトルを改めて発表しようと思います。タイトルはデデン、まつりとアリスのはちゃめちゃティーパーティー。イエーイ。今日も動画を見てくれ。タイトルはタイトルはまつりとアリスのはちゃめちゃティーパーティーかかっ。はい、ということでですね、このタイトルでちょっとね、もう皆さんお分かりだと思うんですけど、私と一緒にリアルイベントを盛り上げてくれるお友達がおります。はい、皆さん大好き金がアリスちゃんでございます。いやー、私もねアリスちゃんめちゃくちゃ好きで、アリスちゃんと2人でできるっていうのがね、もう楽しみで仕方ないの。いやー、アリスちゃん絶対可愛いだろうな。そう、アリスちゃんとは年末の「笑ってはいけないバーチャル動物園」でコラボをして、まあ実はそれから2回目のコラボなんだけど、もうね、もう2回目というか、もう気持ち的には100回目ぐらいというか、もうそのぐらい仲良くやらせてもらってますよ。でこのリアルイベントなんですけど、日にちが3月の3日の日曜日、この日に2部制で行います。第1部がお昼の12時から1時まで、第2部がお昼過ぎの15時から16時まで。うん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 、まあ1部も2部もね、全然終わるのが遅くないから、次の日学校だよとか、お仕事だよとか、僕は安定のニートでーすっていう人もね、安心して来れる時間だと思うので、ぜひたくさんの人に来てもらえたらなと思います。でチケットは2月の16日の土曜日から販売してますのでね、まだ買ってないよ、まだ行きたいけど買ってないよっていう人は買ってください。ぜひ来てください。で問題の場所はですね、秋葉原のエンタスでございます。うんうん、秋葉原のエンタスは、おのでんの5階にあります。そう、私ね、そう下見で会場を見てみたんだけど、すっごいこういい感じの雰囲気だった。ライトとかすごくかっこいいの。なんかスピーカーの音楽もちょっとこうイケてる感じの、ちょっとイケてる感じのやつで、めっちゃ楽しみになった。そうで、もうね今から本当にたくさんの準備をね、みんなと会えるリアルイベントのためにしていますので、ぜひぜひたくさんの農民、たくさんのアリスちゃんのファンに会いたいなと思っております。うん、で、うん、まあリアルイベントを通してもっと私のこととかを好きになってもらって、なんかお賽銭とかも増えたらいいなって思っています。そう、まあでも基本的に私初めて農民のみんなとね直で会うなので、まあ、みんなが本当にハゲてるのかとか、みんなが本当にね、あのニートなのかとかをね、確かめるいい機会かなと思っております。はい、ということで3月3日遊びに来てくれた人は絶対私とアリスちゃんで、もう2人なしでは生きていけないよってぐらいガンガンに楽しませようと思ってるので、皆さんぜひお待ちしております。ということで、また追加の新しい情報があったら随時随時お知らせしていきますので、お待ちあれ、お待ちくださいませ。はい、ということで今日も元気いっぱい明日の神様風宮まつりでした。バイバーイ。カカッ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 。イエーイ。今日も
も動画を見てくれてありがとう。次に見るのがこの動画、その次に見るのがこれ、あ、その前にチャンネル登録は絶